サーフェス号開封の儀、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ついに我々のもとにゴーしてきましたね。サーフェス号がゴーしてきました。ゴーしてきました。なるほど、うん、サーフェス号っていうのはゴーってことですか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブではなくて、これを持ってどこへでもゴーゴーしようよってことじゃないですかね。あ、ゴーゴー、はい、どこでもね、行けるよっていうようなサーフェス号ということで、はい、はい、そうなんですよ。こちらがですね、はい、話題沸騰ということ で中身気になっている方多いと思いますので、もう早速ゴーしましょう。はい、早速開封していきたいと思います。はい、これ開けていいんですよね。はい、開けてみますよ。はい、あ、箱も軽い、小さいコンパクトな箱ですよね。はい、どうぞ。では、ゴー、きたー、ありがとうございます。はい、でこれがサーフェス号ですね。わー、すごい。これ高田さん、見にくいかもしれませんが、はい、このビニールのところに、はい、電源ここだよ、音量ここだよみたいなことが書かれてますね、うんうん、最初に確認してください。なるほど、一旦ちょっと置きますね。はい、まずは同梱物の確認。はい、中身の確認していきます。はい、僕電源アダプター出します。はい、じゃあこっちのなんか四角い白いのを開けます。これはね、こちらはもう他のサーフェスファミリーと同じようにですね、はい、サーフェスコネクトでさせる形になってまして、うん、あ、アダプターも軽い。アダプターも軽いですか。うん、サーフェスコネクト便利なんですよね。そうですね、まあ、家族に一人ぐらいおちょこちょいな、ね、方いると思うんですけども、あ、引っ掛けちゃったっ、ね、足引っ掛けたって言ったのも、こうパッと潜れたのでね、はい、もう取れてパソコンは落ちない、落ちない、便利。はい、はい、こちらの、四角い方には、はい、まあ、紙ベースでの説明書と、はい、まあ、大事なオフィス、はい、プロダクトキー書かれてます。はい、ホーム&ビジネス2016のプロダクトキー、うん、入っております。それでなくさないようにお願いいたします。はい、これ設定を終わっても、ね、念のため持っといてほしいですね。はい、はい、ではこちらは大事にしまっておきますよ、はい、ということで。じゃあもうついに本体見ていいですか。はい、あ、来たー、やってください。もうペリペリ剥がしていいですか。そのペリペリ立ってください。失礼します。テンポよくいきますよ。はい、失礼します。ペリペリシュッとね。あ、どうですか、高見さん。軽い、まず軽い。高見さん持ってみてください。軽い軽い、もうね、くるくるしちゃいたい、うん、もうね、軽いですね。いや、本当に軽いですね、これ。これはいいですね。それではね、外観から含めて、はい、まあ、中身見ていきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではこちらが、はい、全てセッティングが終わっているサービス号となっております。はい、はい、いろいろやってみましょうか。はい、はい、あ、やっぱね、高田さん、もう一回持ってみると、はい、この 522g、はい、軽いです。いや、軽さは正義。はい、で、今回サイズ感を皆さんにお伝えするためにこちらご用意しました。じゃじゃん、はい、ジャポニカ学習帳。あ、大きさですね。はい、でこれね、 B5 のノートなんですけど、はい、これ重ねていただくとよく分かるんですけど、ご覧ください。じゃじゃん、あら、すっぽり、あの、すっぽりはまり感じになってます。なので、うん、ご自宅にもし B5 ノートがあれば、うん、持ち運び用のバッグに入れていただいて、うん、あのサイズ感とかフィット感確認していただいたらと思います。なるほど。で、まず何と言いましても、はい、画面が綺麗ということをお伝えしたい。エクセルセンスディスプレイですね。はい、武田さん、こちらサーフェスシリーズならではのピクセルセンスディスプレイ見てください。あ、これは色に深みがある。そしてこれ見てください。高見さん、うまそう。美味しそう。うまそうですね。このうまそうな感じがね、ちゃんと伝わってくるわけですよ。そうですね。そして美味しそうな、はい、一番美味しそうなサラミをね、こう拡大することもできるわけですよ。サラミ自体が絶対うまいやつなんですけど。はい、まあ、このようにですね、はい、美味しいものも美味しく映りますし、そうなんです。こうシャシャとインテリアも綺麗、はい、ね、おしゃれな写真も綺麗ですよ。うん、さらにこう縦でね、はい、縦の写真とかも、はい、こう縦で確認できるんですね。スマホみたいにね、回転するわけですよ。このサイズいいですね、本当に。いいと思いますよ。ただちょっと高見さん、はい、この黒い縁若干気になるんですけども、このね、周りの黒い縁はベゼルという部分でして、はい、まさに武田さん、タブレットとして持っていただいて分かるように、うん、はいはい、誤作動起きないようにちゃんと手を置く場所になっているんですよね。あ、本当だ。そうなんです。あ、これ確かにこういうふうに持ったりとか、はい、こうやって背後見てだったりとか、そうなんです。こうやって片手に持ったりとかするときに、はい、ちょうど誤作動起きない、はい、しかもこのサイズ、このベゼルの中に各種センサーとかカメラとか、うん、そういったものがついているので、なるほど、あるべくして合ってる部分です。まあ、うまいことなってるわけですね。なってればなんですよね。はい、でそんなディスプレイなんですけど、はい、これ横と縦の比率、うんうん、これ3対2になってます。なるほど、うん、で縦幅が普通のパソコンに広いですね。縦幅が広い、うん、普通のパソコンって、高田さん、例えば12インチのパソコンですと普通大体16体型の横長なんですけど、確かにその12インチのパソコンの縦幅とこれほとんど同じになるんですよ。あ、そうなんですね。まあ、10インチだから小さいかななんてね、はい、見た感じも思ったんですけども、はい、なんで実際皆さん作業されるって言ったら、うん、インターネットで作業見るとか、うん、ワードで文章作るとか、うん、SNS で見るんだみたいな、全部縦で進むんですよ、うん。なるほど。じゃあ作業的にはそんなに問題なさそうですね。そうなんです。なんでサイズは小さいんですけど、うんうん、画面が小さいわけではない。なるほど、名台詞っぽいです。ありがとうございます。はい。
まあ、さらにねタッチディスプレイなので、はい、まあ、画面小さいと文字小さいかなと思いましたけど、そうなんです、こうやって拡大できるからスマホみたいね、まあ、若干あのね、老眼気味の高見さんも、そうです、あの文字が小さいとねこうやって話してみないとって、ほらあれが老眼だまあそういった方もね、はい、安心というところですね。そうですね、はい、はい、それでは中身なんですけども、そうですね、重要な性能とかですかね。 CPU が、はい、ペンティアムゴールドっていう、あ、そうなんです、ちょっと聞き慣れない名前なんですが、はい、あのペンティアムと聞くとなんか知ってて、うん、ゴールドってついてあるとあれ何だったっけなってなると思うんですけど、はい、あの CPU 人間で頭脳の部分なんですけど、うん、インテルのコアプロセッサーっていうのがありますと、はい、でインテルコア M3 プロセッサーがあって、その直下型と言われておりまして、これとほとんど同じぐらいですよというような CPU なんですね。なるほど、あ、結構性能いいです。なるほどですね、うん、ちょっと分かんないんで、分かんないですか実際にじゃあどこまでできるか、あ、やってみましょうか、はい、確認したいと思います。かしこまりました、はい、ペンありがとうございます、はい、さらにですねタイプカバー用意しました、あ、ついに登場、いや、パソコン的な使い方 いいですね、やっぱりしたいのでね、はい、はい、こちらの方を用意してます、はい、これもタイプカバーがね、うん、かなりいい感じなんですよ。じゃあちょっと BGM 代わりに YouTube とか流してみましょうかね、はい、じゃあちょっとくっつけますね、はい、どうぞ、マシンとかね、かっこいい感じで、今回キーボードがねしっかりした感じに仕上がってるんで、はい、いいですよね、この感じで。なるほど、はい、武田さんこれちなみに、あ、こういう使い方しますね、あ、するでしょう、はい、これどうぞあのキーボードまず打ち心地確認してみてください。今状況としては音楽を YouTube で流しながら、はい、Excel も開きながら、うん、ワンノートで、はい、ちょっとメモを取るみたいな、メモを取るみたいな、はい、あ、文字が滑らかに滑らかに打たれてます。ガタ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 と、ね、ね、止まることなく、そうですよ、そしてキーボードの打ち心地が打鍵感がいい、そうで、ちゃんとこれメモ書きできますしね、あ、ペンでもね、メモ書きができる、まあ、これだけ同時に作業できれば十分ですね。十分だと思います、はい、で続けていいですか、はい、どうぞ。さらにこれ内側、まずカメラ3つついてます、うん、なるほど、すごくないですか、あの内側がインカメラ、これが500万画素なんで、あの普通のタブレットと比較した時に考えると、はい、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。で、ね、今流行ってるフェイスとフェイスのビデオチャットとかする時なんかは、自分の素敵な笑顔が本当鮮明に相手に届くと思います、ね、オンライン会話もね流行ってますよね、はい、まあ、綺麗同士でいいですね、はい、でその隣に Windows Hello 対応のカメラもありますので、はい、パソコンにログインするときはカタカタカタと入力しなくても、うん、顔でログインすることができます。できると。で、背面がなんとこちらじゃじゃん800万画素オートフォーカス対応でございます。すごい。タッチをパチンと合わせればですね、お客様の素敵な笑顔にあのピントがパシッと。ね、なかなか背面にねカメラついてるね、はい、いないので、そうなんです。こちらもねフィールドワークいいと思いますね。はい。では次インターフェースのお話したいと思います。はい、インターフェースこちらご覧ください。まずはあのおなじみのサーフェスコネクトになります。サーフェスコネクト。電源アダプター挿すんですけど、はい、今回もマグネット式やっぱり採用してくれてるんで。ね、家族に一人ぐらいおちょこちょいな人いますからね。はい。ちょっと足引っ掛けてねテーブルからパソコン落ちちゃったみたいなことにはならないんで、ご安心していただいて。ね、ピッと出ますからね。はい。でイヤホンを差し込む差し口ですね。お。で今回 USB。これがタイプ A ではなくて、なんとタイプ C。タイプ C 来ましたね。搭載しましたね。タイプ C のいいところって何でしたっけ？あの裏表ないやつね。ああ、なるほど。裏表ないやつ。さらに、あの実は充電が、あのモバイルバッテリーからの充電ができる。モバイルバッテリーからの充電ができる。素晴らしい。今回初めてじゃないですかね。これで待ってました。ね。本当。なんであのバッテリーは。あのローカルの動画を9時間連続再生するバッテリーを搭載してるんですけど、はいはい、それでもまだたっぷり使いたいっていう人は結構いらっしゃるんで、うん、そういう方の場合はモバイルバッテリー持ってる方はモバイルバッテリーで、うん、ただ持ってなくてもあの軽い純正のアダプターで充電してあげると、はい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 、なんと武田さんクイックチャージ対応してるんで、クイックチャージちょっと充電したらグッと使えるんですよなるほど、いい感じに言ってますね。そうなんですよ。だってあのうちの独自調査によると10分朝起きて会議の前なのに全く充電していない、ご安心ください。歯磨いてる間に10分だけ充電していただくと約 12% 前後、なるほど、つまり1時間程度使える充電をしてくれる。なるほど。2時間でフルチャージ、素晴らしいですね、でと思うんですよ、というような素晴らしい性能、クイックチャージ対応していると、はい、いうところですね。で、ストレージが 64GB で 128GB なんですけど、もし足りないうん、ってなったらちょっとね足りないからなんてね心配になる方いるかも、あ、ね、いらっしゃるかもしれないんですが、こちら165度まで100キックスタンド開けていただいたら、はい、なんとあのマイクロ SD カード搭載あの刺さるんですけど、うん、今回512ギガ対応、
なんで、これもストレージに対するご不安ってなくなるんじゃないですか。ね、意外に十分なんですけれども、はい、まあ追加でも全然大丈夫ですよということなので、ご安心ください。そうです。はい。はい、というわけで、はい、まあ、あの中身の方を見てきたんですけれども、はい、サーフェス GO には2つのモデルがございます。はい、1つが税別 64,800円のメインメモリー 4GB ストレージ eMMC64GB タイプと、うん、でもう1つが 82,800円税別でメインメモリー 8GB、 なるほど、でストレージが SSD128GB、 この2つあります。はいはい、で共通して言えることは Excel、Word、PowerPoint、Outlook、OneNote、うん、5つのホーマンオフィス、ホーマンドビジネス2016が搭載の込み込み値段だということ。安いですね。安い。でさらに Surface の特徴を余すことなく使えるというのは共通して言えることです。このね、綺麗なピクセルセンスディスプレイ、はい、タッチディスプレイですし、うん、さらに、まあ、ペンも対応してますと。そうなんです、まあ、そういったことがね全部使えるというところですね、はい、デザイン性も良くて高級感もありますね。はい、で違いっていうのは、はい、メインメモリとメインメモリとストレージになります。そこが違うわけですね。そうですね、まあ、サービスに関して言っても、はい、まあ、本当に、まあ、イベントでも言ってましたけれども、はい、まあ、値段はお安いんですけれども、はい、まあ、妥協は一切してません。一切妥協してない。その中で違いとしてはメインメモリがまず 4GB と 8GB、うん、で本体の容量が eMMC64GB と SSD128GB。 なるほど。で僕のおすすめとしましてはやっぱり SSD128GB モデルを選んでいただきたい、うん、というのは皆さん用途は様々で買われるんですが、はい、せっかく買ったならできるだけ長く、うん、できるだけ快適に使いたいという思いは皆さん結構同じなんですね。一緒ですね。そうなるとやっぱメインメモリ 8GB、うん、SSD128GB あっていいんじゃないですかね、うん、確かにメインメモリ 8GB っていうのは、はい、やっぱりウェブでたくさんの、ね、タブを開きながら調べ物をしたいとか、そうですね、まあ、アウトルックでメールを確認しながら、はい、まあ、YouTube で音楽流しながら Excel で作業したいとか、うん、そういう、まあ、複数作業、はい、ね、マルチタスクですよ。そうです。 PC 的な作業をしたい方はぜひ上位モデルの方を選んでいただきたいなと。売り場にも実際ね8万円ぐらいでパソコンないですかってご相談に来られる方結構いらっしゃるんで、うん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 、そういった方にはぴったりじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、さらに大容量データを扱うに関しては SSD 本当に強いので、はい、そのあたりでご検討いただければなと思います。そうですね、はい、で片や 4GB の、はい、モデルを選んでほしい方というのは、はい、基本的に作業がシンプルタスク、まあ、1つのアプリを立ち上げて、はい、ネット立ち上げてショッピングするんだとか動画立ち上げて YouTube 見るんだみたいな方でしたら、はい、いいかなと思います。シンプルタスク、シンプルタスク、まあ、シングルタスク、シングルタスクですね失礼しました。いやでもシンプルにね使う方、そうですね、いいと思いますね。はい、で、まあ、メインパソコン持ってて、はい、2代目3代目で使うという方、はいはい、もしくはお子様の初めてのパソコンとして 4GB モデル買ってあげるっていうのは結構いいんじゃないかなと僕思ったりしますけどね。そうですね、プログラミング教育の初めて PC をお子様に与えるというにも、はい、非常にいい選択肢なんじゃないかなと、いいんじゃないですかね、思いますね。はい、はい、選び方ありがとうございました。はい、はい、それでは Surface シリーズの中で一番軽くて一番小さい Surface GO をご案内いたしました。はい、いやこれ最高ですね高見さん。そうですね、素晴らしい機種なんでね、ぜひ売り場に一部店舗では並んでるところもありますんでね、はい、ネットで情報を見たり実際に足運んでいただいたりしていただいたらと思いますね。触って持っていただきたいですね。はい、はい、それではですね、はい、まあ、とはいえ、はい、サーフェスファミリー、うん、いろいろございます。そうですね、こちらサーフェスプロですね。こちらがサーフェスラップトップ、はい、それぞれのサイズ感でございます。ございます。こちらのチェックの方もお忘れなくということで、はい、お願いいたします。はい、皆さんですね、ぴったりの、サービスをお選びいただければと思います。はい、はい、というわけでサーフェス GO で GO GO ということで GO GO どこにでもね行っていただきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。